あの先週ですけれどもね、ねあのというか、えっと、5月の末から6月にかけて行われていたあのシンガポールでのです、ねえー、恒例のアジア安全保障会議、英語名で通常、シャングリラ・ダイアログというんですが、えー、これにあの安倍さんが基調演説をしたということで、うん、まあ新聞にも出てましたし、でここで,です、ねえー、日本からは安倍,安倍氏でしょ、それからあの、えー、小野寺防衛大臣、はい、それからアメリカからチャク・ヘイゲル国防長官。 えー、そして中国からはあ王冠中う軍副総参謀長ということで日米中と役者揃い踏みなんですよ。<ー> でこれね、いろんなあのメディアなんかも、のこの3人の役者、それぞれ、やっぱりあの役割はちゃんと果たしたということで、見どころ、見応え十分という、ちょっとあのなんというかな、ちょっといじくるような記事が多いんですね、これ、どういう会議かというと、これ、実はあのシンクタンクが主催する、イギリスの非常に定評のある国際戦略研究所というところが主催しているんですね、よくあのダボス会議っていうのがありますけど、あれはあのいわゆる政治家もあるし、学者。 それからい有名人などを集めた会議なんですがこれはもっとです、ね、やっぱり安全保障に特化した会議なんですね、うん、でここはやっぱり今南シナ海波高しというところで、えーまあ、ベトナムとかフィリピンがです、ね、中国の,その脅威にどう対応するかという時にですね、うんうん あの日本の安倍さんがやっぱここでスピーチをできたというのは僕はこ,れこういうのはやっぱり外交的な非常に成果だと思いますね。あのもちろんこれは成果というかまあこれあの中国とのディベートにですねまあいかに中国がちょっと異質な論理を展開するかという印象を ううまく与えたと思うんですね、はいうん、だから、あのー、手段的自衛権で時間をるよりもこういったことを実質的にやっぱり積み重ねていくのが僕はすごく大事じゃないかなと、うん、まあ個人的にはそう思いますけどね岡、まあ、崎さん叱られるかもしれませんが、ねあのー、どういうことを言ってたかというと安倍さんの基調講演があってですね、まあ、もちろんそれは法の下の後悔の,の自由とか。 えー、そしてまあ一方的な武力によるこの現状変更を認めないということを、まあ、ヘーゲルさんも安倍さんも言っているわけなんですが、うんえー、質疑応答があって、えー、中国の人からですねいきなりですね、えーそのまあ、日本はその戦時中にですね何百万もの中国人やあ朝鮮人を殺したと、うん、これについてはどう思うのみたいな質問が出てくるんですよ。 でいやその安全保障の今の話してるんだけど、うん、いきなりこれ、歴史問題出してきてるんで、うん、安倍さんがどう答えてるかというと、これ、えー、と一応、テキストによりますとね、あのその書き起こしによりますと、はい、えともちろん靖国に参ることっていうのは、あの亡くなかった方すべてに対しての、うん、まあ追悼の意、哀悼の意を表するということなんだけど、うん、その反省に立って、日本は戦後、いかに自由あの平和な、 その社会を築き上げてきたかとで、基本的な人権を尊重し、そして法の支配を確立して,してきたかというところを、おそらく倍ぐらいの時間を過ごして言、ね、うの、ん、で、安倍さん、安国での方について、オバマさんが来た時の対応、僕はあんまりよくないと言いました、これはね、うん、ルールそのことにね、あのこう、ここでの対応は逆にそれをさっとかわしながらあの、実際に戦後60年間の日本の歩みがいかに、 えー、隣国と違うかということを、ね、言うとこれは非常にうまいと思います、うん、であとフェナンシャル・タイムズの人からいじわるな,あの意地悪な中国と戦争する用意はあるんですかというでで、ね、いきなり言うのよね。ね に対してもいかにその中国とのコミュニケーションチャンネルを上げているかと、うん、まあ本当に上げているかどうかはまあ別にして、うん、えそういった態度でやっているから中国側にも同じようなことを望むという、まあ、ある意味で非常にステーツマンらしい、うん、えその対応をしているなということがありまは、うんうん、非常に話題になったのは中国のこの王、えー、副参謀総長があの実際には、えー、用意してきたテキストをずっとこう中国がいかに平和を愛する国かとずーっと箇条書きにして述べていっている中で、うん、急にその

というふうふに述べてきたけれども、ここで、ね、あの安倍総理やあのヘのゲル長官などが、うんえー、あまりにも中国をです、ねえー、その攻撃するという予定にない、えー、発言があったので、なんというか、えー、言及されたら対応すしないというのは中国でも失礼に当たるから一言言わせてもらうと言って、えー、それでいかにです、ねえー、中国をこの日米は挑発しているかということをルル、述べているわけですね。うん、でこれはその現実にその中国があの 東シナ海を平和の海としてきているということはその古代のやっぱりその何千年前から中国がここをそのまあ自分のところの海としてね、えー、えやってきたということに基づいているものでそれに基づいて1900戦後直後九段線と9あの九段階の線というものを作って、えー、そしてここをまあ中国の。 その海として見てるんだという、うん、いきなりこの戦略対話の,この現状認識の場にですね、えー、2000年の歴史があるからうちのもんだという論理を展開して皆さん、唖然となっている様子がですね、えーえー、このシンクタンクのホームページでもあの全部、まあ、英文ですけども出てますので興味のある方はぜひそちらをご覧になればと思います。でそそれれなんだよね、はい、日本ももについてては何も文句言っ,てくっ 来なかったじゃないか <laughs> 今までって言ってんのね。そうそうね中国はね。<laughs> うん、まあですからちょっと異質な主張だということが分かれば日本の外交とってはプラスだったんじゃないかなと思いますね。えー、チャンネル登録もよろしくお願いします。